理想が、じゃあ理想が100だとして 数字で表すと。じゃあその残り60が何なのね。自分の中で、要するに僕最近みんなに言ってるのは、ちょっとでも何かく例えばね、何だか分かんなくても違和感を感じてるってことなのかなってことだよね。で、それが何なのかってことだよね。で、それがその自分の例えば、体の感覚であったと、いろんな感覚あるよね。例えば、自分でこう振り返ってみて、こうふっと思いつく何か。こういや、自分の演奏をある意味で分析する後でね、聞くときを分析すると、自分の演奏ってね、とんでもなく下手に聞こえるから、聞くときは感覚で聞いた方がいいんだよ。分析しながら聞くと、もうね、どんな名演奏でもね、分析しだすとね、そういう状態で聞くと、もうやばい演奏に聞こえるんだよね。もう楽しめない、分析しだすと。だけど、その聞き方ってね、大きく分けて2つに分けて、本当に感覚的にもうただただ楽しんで聞くときと、それから分析して聞くときと、じゃあ同じ演奏でも全然違って聞こえると思うんだよね。僕は自分でそう思うんだけど、でっちゃんもそういうとこある。そうですね、それは確かに。で、じゃあ、もう過ぎ去ってしまったことだけども、今ね、聞き終わってね、違和感があったとして、そんな何から何、人間のだって、例えば体の感覚とか、いろんな感覚なんて、そんな全てが分かるわけじゃないわけだよね。でも僕はね、でも面白いんだけどね、結局その例えばさ、自分の心の中とかそういうものって、なんかね、層のようになってると思うんだよね。だから例えば今自分が何を感じているのかっていうのが、例えばあったとするじゃん。例えば何か思ったりとかして、何でもいいけど。だけど、パッと思うことよりも、いや、もっと、じゃあもう一つ奥入ってみようかってね、イメージするわけ。そうするとね、例えばどん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 奥に入っていくと、あれって、これね、トレーニングが必要らしいんだけど、実はその自分のそのね、もっともっと深いところにのその覗いてみた時に、心の奥とかね、実はこうなんだみたいなことってあるんだよね。最近そういうことよくやってるからすごく思うけど、例えば何かこう不愉快なことが起きたことに対して、例えば単純に、あ、嫌だなってまず思うわけだ。だけど、それをもっともっと自分の深くに入っていくと、これ自分でしかできないけど、そうするとね、あ、嫌だなと思ったことがね、結果的にね、あ、別に嫌なことじゃないのかもしれないみたいなね、単純にね、思ったりするんでね、人間の心の奥底って。だから、それぐらい、なんていうのかな、ある意味で複雑だし、なんと、儚いというか、なんていうのか、いい加減っていう意味で、なんか日本語あったり、いい加減って悪い意味の、いい意味でのいい加減、なんていうの、どっちにも揺れるとか、こうどうとも捉えるとか、意味合いのこともあったり。移ろいとかさ、要するにさ、だから、なんていうの、
物事の例えば、あの例えばさ、で自分の外側に起きていることっていうのをね、状況だとするでしょ。でそれのその状況に対して自分が何をどう反応するかっていうか、どう感じるか、どう受け止めるかって、あのあくまでも状況は同じだったとしても、自分のあのその例えば構え方次第でその状況が何も変わってなくても、例えば悪い状況が自分の周り外側に起きてたとしても、その受け止め方はいくらでも変わるんだよね、自分の気持ちでね。でだからそういうこととね、僕ね演奏って最近やったら結びつけて考えるんだよね、要するに演奏して例えばはいこれ、F ドアですってね、この第二楽章は F ドアですって書いてあるけど、じゃあ F ドア、はい F ドアのイメージってまずあるよね。例えば4分の3拍子のイメージってのもあるよね。だけどそれは一見そうなだけであって、ね、だけど実際に弾いてみるとパッと弾いた時とあれってね、思ったりするじゃん。だから素晴らしいんだと思うんだよね。F ドアはもう F ドアのイメージにしか聞こえないような作品だったら、それはやっぱ芸術作品としては評価されないと思うんだよね。なんかちょっと分かってきました。分かってきた。言いたいこと分かってきた。ちょっと今でそどど外側から遠回りに遠回りに行ってるんだけど、だから結局だから演奏家って例えばね、あのやっぱ僕が思うやっぱり あるべき姿っていうのは、その、深層心理までどんどん入っていくようなことを、その要するに自分がこの曲を弾いてる、もしくはこの作品を見てる、楽譜を見た時とかね、そういう時にパッと見は F ドアだし、パッと見は4分の3なんだけど、表の顔はね、だけどどんどん深く入り込んでいくと、いろんなものを感じ始めたりとか、いろんなことを思い始めたりするんだよね、っていう前提にあって、あ、移ろいって言ったらいいかな、移ろいゆく、要するに人の心もそうだし、作品にも要するにその移ろいのようなものが僕は存在してると思うわけ、でそれをその全てその移ろいの部分をカットしちゃったらね、ある意味でその抽象的な部分とも言い換えるかもしれないけど、それをあのもし演奏の中から排除してしまったら面白くないと思うんだよね。そうだと思いますね。でモーツァルトのやっぱすごいところっていうのは、やっぱそういうものがちゃんと中に含まれているよね、作品の中にね、だからそうするとね、まあさじゃあ最初の話に戻るけど、どうとでも思えるわけ、ね、自分の演奏が、100満点が100だとして、40つだけ、ね、40ってだけどその数字っていかようにでも変わるわけだでしょ、捉えように言っちゃうでしょ、ある意味で多分感覚的になんか60って思っただけであって、でもそれって絶対的なもんじゃないじゃん、だからいい演奏か悪い演奏かっていうことになると、何をもっていい演奏か悪い演奏かっていうのは、あのなんていうの、定義づける人が世界中誰もいないと思うんだよ、でしょ、だってそんなものだって定義ないじゃん、あの広い意味では、でそれはさね、狭い意味ではね、もちろんその、和声楽の最低限を抑えておかなきゃいけない、ね、例えば終止形を終止形だと思わなかった、それは間違いだよね、例えばね、いくらでもね、動音があった時に主音に行きたがるっていう思わなかった、やっぱそれも間違いなんじゃないかって少なくとも思わ、ね、そういう狭い範囲では決まりっていうか、あの正しい間違いっていうのはあるのかもしれない、それ以外は何でもありぐらいの思ってないと、やっぱり、僕はそういう、なんていうのかな、感覚でまず
番あとだからそこからつながってしまうのは何でもそうだけども、うん、日常生活においてもそうだし、うん、それから演奏においてもそうだけども、うん、例えばその作品に対して例えばピアノの演奏するっていうことに対して固定観念みたいなものが強すぎるとそうするとねそれが基準になっちゃうとじゃあそうじゃない自分っていうそうじゃない演奏をするときもあるわけだその固定観念がここじゃなきゃいけないみたいに決めちゃうと、うん、そうするといつも、うん、演奏家ってね2つのタイプがいるんだってそのだから計画通りに弾きたがるタイプだしと。その一つの、まあ、固定観念と言ってもいいかもしれないけどね何か自分の中で中心にあるものに対してそれを再現したがる人、うん、だそあくまでもそれが基準で その設計図か何かを立てた時に設計図通りに弾きたいって思う人で必ずでも誤差が生まれるからその弾きながら例えば本来の設計図はこうだからっつってそのちょっとでもズレがあると戻したがるタイプの人っていうのはまずいるんだってでその逆もいるんだってそういうものをある程度は作っておくけれども あとはもうライブは実際は何があってもいい例えば予想もしなかったことがやってしまったとしたらじゃあこの先どうなるんだろう本来の計画図とは全く関係ない方にね行ってみよう例えばね、うん、要するに、歩いてどっかに行くのに対してこの道を通るって決めてたのに間違えて違う道に入ってしまったからそのままじゃあこの道歩いてってみようって思う人とそれからじゃあ元の道に戻ろうと思う人と、うん、分かれるみたいなところがあるわけ。で、てっちゃんを見てると僕は勝手なイメージなんだけど元の道にすぐ戻ろうとしたがるタイプなのかなって感じに見えなくもない本来の設計図にタイプとしていや、いい悪いじゃないんだよどっちがいい悪いかじゃなくてで、僕はね、僕はね、若い時はそうだったんだよだけどね、年取ってからねああもうああ違う道入ってったああこっち来ちゃったっつったじゃあそのまま歩いていこうっていう映像でこっちにもしかしたらなんか歩いていったら違うものが見つかるのかもしれないってねもしかしたら行き止まりにぶつかっちゃうかもしれないけど、うん、だけどいいか行ってみようって思えるようになったんだよねある意味でそのなんか大げさに言い出すと演奏の中で冒険をちょっと してそこをね楽しめるようになったんだよね。大してその弾いてないけどさ、人前でさ。でもさ、例えば生徒の前でちょっと弾くときに、なんていうのかな。何の設計図も立てないで、頭真っ白にして弾き始めるんだよ。うん、だ同じ曲でも、全然違う、なんかテンポ感とか、全然違う解釈が、ふっと生まれるんだよね。うん、だからこの間も、前に言ったかな、何年かぶりに、比嘉くんのリサイタルの時に、コンサートの時に、リハの時にちょっと触らせてもらって、彼の弾くドビッシーの西風の見たものをちょっと触ってみたのよ。そしたらさ、今まで思ったこともないような発想、弾いてみたら、みたいな、自分でも驚くような、今まで弾いたことないような西風の見たものになったわけ。タコは2ページ弾いただけなんだけど、うん、なんかリズムの取り方とか、もう昔弾いた時には思いもよらなかったようなね、リズムの取り方とか、あの音のこう混ぜ方とかね、うん、まあ随分もう何十年って触ってなかった曲だから、それはもう。同じだったらおかしいのかもしれないけどね、うん、だからそういうその僕はねモーツァルトにじゃあ話はモーツァルトに戻るけどもモーツァルトに
感じて、やっぱその場のなんかね、ちょっとしたね、その即興的な要素が含まれることによって、うん、あの表情が変わるっていうかね、うん、そういう部分がね、あの音が少ないからかもしれないし、モーツァルトの音楽が持っている何かの要素がそういうところに繋がるのかもしれないけども、うん、そういう何かこうアプローチをするモーツァルトって面白いなって割と思うタイプ、うん、で僕の中でベートーベンに関しては真逆で、僕にとってはね、うん、ベートーベンはモーツァルトと違って結構設計図通りに弾きたがる、弾きたくなる、うん、というのはベートーベン自身がもう本当に計算して計算して作品を作り上げてるから、何かこうね、建築物のような作り方してるでしょ。だからやっぱりその本来の設計図にのっとって弾こうっていう感覚はある。実際それがであのいつもできるわけじゃないですね、うん、だけど僕はそういう意味でモーツァルトとベートーベンっていうのは対照的なイメージを持ってる、うん、でなんかモーツァルトでベートーベンみたいなアプローチをしちゃうと、なんかずっと同じモーツァルトで、うん、単純に言って飽きてくるっつったらいいかな、うん、なんかこうあまりにも音が少なくて素材が少ないから、うんうん、だからそういうアプローチをしたくなるかな、うん、だから例えば一昨日とかね、昨日とかね弾いてた演奏をそのまましようとは全然思わない。例えばモーツァルト練習して、うん、全く違う、その時の自分の感覚っていうのに正直なモーツァルトの方が僕は自然なモーツァルトになるような気がするんだよね。で自然なモーツァルトって何って言った時に、とにかく生きてるって思える、うん、だけどそれが、うん、ベートーベンのようなアプローチでモーツァルト弾いちゃうと、なんかあんまり生きてるって感じがしないモーツァルトになるよ。そうするとね、聞いててね、なんかモーツァルトの魅力が出てこないようなね、うん、そんな風に思ったりするんだけど、まあこれは僕は思うあれなんだけど、それに対してだからね、移ろいゆく人の心のそのままって感じ、モーツァルトの作品っていうのは、うん、その時の気分とかね、どうかね、僕が40って思った自分で60が何か違うなと思ったのは、うん、多分そこだと思います。あ、そこ、あ、そうなんだ。いや、いや、わかる、いや、まあ、いや、それはね、僕で予想ついてなかったんだよ、実は。なんで40つったのかはわからないけど、あ、違和感なんだろうな、そうそうっていうことだけは想像したけど、うん、別に今言ってることだって、あの、思ったからこれ言ってるんじゃないですね、うんうんうん、なんかその自分が感じてる違和感の正体っていうのが、なんていうんですかね、なんかさ、じゃあ多分、うん、ベートーベン的なアプローチと、多分そういうことってね、今までの経験値で知ってるはずなんだろうけど、うん、そのなんかこう間みたいなところで弾いたって感じ、うん、ああああ、うん、だからもうだって例えばこの曲をね、うん、もうななんこの2楽章だけ取っても何度弾いたか分かんないぐらい弾いでしょ、もうね、数えてないだろうけどさ、そうするとさ、絶対毎回違うんだけど、うん、でも何かこう弾いてるうちに、例えばね、練習したがために陥る何かっていうのもあるんだよ、うんうん、かえってね、練習してないでね、音は外しちゃうかもしれないけど、パッと弾いてパッとその時のひらめきで弾いた方が新鮮だったりするんだけど、うん、それはあります、ね、そうそうそう、
長い時間っていうの、うん、何度も何度も弾いてるうちにだんだん飽きてくるというか、ね、新鮮味がなくなるというか、ね、うん、落ちやすい部分がある。何の曲でもそういうことがある、うん、でもモーツァルトなんて弾くときは僕はもう本当にね、あの特にソナタ弾くときはね、自分の感覚の中では頭が冴えてるときじゃないとね、絶対なんかね、あのうまく弾けない感覚がある、うん、なんか疲れてるときとか頭がなんか鈍いとき、感覚が鈍いときは、うん、冴えてないときは全然ダメだな、で、それが一番出るのがモーツァルトかなみたいな、うんうん、そうするとベートーベンのアプローチとは違うわけだ、うん、なんかその辺で、うん、ちょっと弾いてみる、モーツァルトをどう弾くべきかって本当は言い切れないよね、うんうん、本当はね、うん、だからその時によってやっぱりなんか多分先週レッスンでいろいろおっしゃっていただいて、うん、なんだろう、自分で言うのも変ですけれども、あ、先週おっしゃってた、うん、極端だよねっていうのは僕多分ね、なんか言っていただいた時にそれをそこを集中してなんかすごく自分で考えたり感じようとしたりして、多分それで頭がいっぱいになってそのことをやろうとしちゃうと思うんですよね、うん、かそうすると結局なんか自分の中で自由にっていうよりも、あ、今これ自分がやらなきゃとか、こういうこと自分もっとやるべきだっていう、なんか多分そういう頭になって頭の中にあるものをそのままやっぱり再現しようとしてで、ね、するんじゃないかなっていうなんか気がするんです、うん、結局多くの人がそれはある意味で陥りやすいことで、他の人のレッスンをね、あの言ってる、多分 YouTube 見て知ってるだろうけど、それやっちゃうとただの情報処理になりますね。そうですよね。っていうのがあるよね。そうするとモーツァルトがそうやっちゃうと、で確かに言われたことをやってるんだけど、それは言われたことをやってるところで止まっちゃうんだよね。だからそれって、例えて言うならば外側から情報が入ってきてそれをやってるわけで、外側から一生懸命こうくっつけてるようなね、はい、雨宿りですっつって屋根の上にトタンを貼り付けますみたいなね、あの感覚で。でそうじゃなくて、自分が内側にね、そのハーモニーとかなんとか、その何でもいいけど、何かあの表象として浮かんでいるその自分の何か、うん、それは 何かとは言えないかもしれないけど、それが内側から自然に出るのがやっぱり理想で、うんうん、だからそういう意味で難しいんだよね、レッスンってね、ここはこうしなさいとかね、こうしなさいとかね、やっぱ教える側の立場、お互い教える側の立場にもあるわけで、そうすると
あんまりね、あのその生徒さんのその段階にもよると思うんだけども、うん、やっぱりこう言い過ぎるともう生徒さんはもう情報処理に走るよね。そうですね、うん、で、そういう意味ではね、僕がモーツァルトルで、あの学校でついてたコンタルスキー先生のレッスンスタイルっていうのは、うん、あくまでも先生が弾いてくれて、あの好きなように盗めっていうスタイルだったんで、うん、その時の先生の気分できっとパッと、まあ器用な方だから何でも弾けちゃうんだけども、うん、しかもあの現代音楽の権威だからさ、現代音楽の権威、現代音楽をあの散々その自分の感覚に染み込ませた人が弾く、例えばモーツァルトのモーツァルトだけ、今から思えば、うん、そうすると僕にはね、不思議な、ね、瞬間とかね、不思議な空間が出来上がるんで、うん、その辺にないのとはちょっと違うモーツァルト、うん、それはね、あの多分ね、おそらくは、まあ、ちょっと話がある意味で横道にそれんだけども、うん、あのやっぱりその現代音楽をいっぱいね、シュトッカーゼンとかから曲を検定されたりしてるぐらいの人だから、あのいや日本ではコンタルスキー兄弟っていうと、とにかく二大ピアノの人っていう、ね、うん、そうですね、イメージだけでしょ。確かに、うん、で僕も実際奈良まで知らなかったんで、うん、そう思ってたんで、うん、だけど蓋開けてみたら、いやいやいや、確かに二大ピアノで CG いっぱい、あのね、当時録音ドイツグラムの方からね、二大ピアノの作品はもう先生たち、あの兄弟が担当みたいな感じで当時いっぱい録音出てたけど、実際は現代音楽の権威であって、そっちの方が全然強いんだよね。うん、だから僕にはあの先生の生演奏、学校のホールで初めて聞いたのが、あの、レーガーのバッハの主題のバリアーションの、うん、バリエーション、うん、あれを聞いた時に、うん、まああれなんてもうだって不協和音だらけでしょ。確かにでしょ、うん、まあ、まあ本当の現代曲とは、ちょっと言えるところもあるけど、でもまあもう最初の方だけだよねあのなんてメロディーがちゃんとあるそうですね、うん、もう最初すぎたらもうほとんどないよね、でそれをまあアンプでも楽々と弾いちゃうわけだ、ね、でしかもレーガーのトリオもその時弾いたりとかねして、はぁーって思って、まずびっくりしたよね、だからそうするとね、現代音楽のその複雑なハーモニーをが散々染み込んでる感覚のハーモニー感の人が弾くモーツァルトっていうのがあるわけ、うん、例えば、うん、何でもそうだけど、うん、だからといって別にね、あの現代音楽っていうのはあの結局、まあ、ある意味で何て言うのかな、あの音楽の作りから言えば、あの分かりづらいから、うん、大変だよね、不要にするとかね。確かにそうですね、うん、だからあの本当に使命感を持った人以外、いや別にやらなくても僕はいいと思ってるんでね。ただ自分は好きだから、自分があのその例えば特にうちの門下だと比嘉君が現代曲をいっぱい持ってくる、来て、それはそれで楽しいわけ、うん、で実際レッスンしてます、そういう曲はそういう曲で好きなわけで、僕の中でやっぱりそのそういう感覚っていうのはコンタルスキー先生ほどじゃないにしてもやっぱあるわけ、ね、うん、そうすると僕の中でそのフィルターを通ったモーツァルトっていうのは本当はあるわけ、ね、うんうんうん、あまり見せないようにしてるけど、なんかね、それでね自分のことだから分かんないよね、やっぱね、うん、でもやっぱそのフィルターを通したモーツァルトじゃなくて、やっぱりそれはそれであるんだけど、
え、いいよ、別にマスクなんかしません。あの、やっぱり、よく昔ね、例えばバッハを弾くときにね、あの、東方時代のね、先生に、中島先生に、あの、君はね、バッハ以降の音楽を知ってバッハを弾いてる人だよねっていう演奏だよねって言われたわけ、うんうん、だけど、うん、中島先生がおっしゃるのはそこで求められたのは、うん、バッハより後の時代の音楽を知らない感覚をイメージしてバッハを弾いてほしいみたいなこと言われたわけ、ね、ほー、なるほど、うん、だから、うん、ああなるほどなってね、そのまだ10代高校生だったかな、この時高校生、大学入る前だ、うん、まだ高校生で先生のことが来るって言われたの、うん、レッスン変えて言われたんだけど、うん、そうするとそれって何なのかなって高校生代に一生懸命考えて、だってもう知っちゃってんだからさ、いろんなね、最初のロマ俳句をね、うん、古典もロマ俳句の世界だって、そんなこと言ったらクラシックだけじゃないね、いろんな音楽知ってるわけじゃん、もうポップスからないからさ、うんね、そうするとそういうものを知っちゃってる人の感覚があえてそれを排除して、ね、あのバッハに、ね、300年前に自分が存在しているようなイメージをして弾くってどういうことなのかなってね、まだ10代だったけどね、うん、やっぱそれなりに考えてるね、やっぱね。だからでもそれってね、今でもやっぱこうやってその先生の言葉が僕の中に残ってるぐらい、やっぱ今から思えばあの大事なことの一つだったと思うわけ。だからあの例えばだからさっきの話に戻ると、じゃあ現代音楽をね、複雑のもっとハーモニーを知ってる感覚で弾くのもありだし、うん、でも僕はなぜかやっぱりその生徒の前で弾くときっていうのは、うん、そういうものをなるべく排除しようっていう意識はある、うん、やっぱりモーツァルトはモーツァルトの様式感みたいな、うん、さっきの中島先生の言葉じゃないけども、うん、じゃあモーツァルトよりも後の時代の音楽を知らないような感覚でなるべく弾くようにどっかで意識してるところがある、うん、っていうものも僕の中にはある、正直、うん、それはあ何かこう、うん、ある意味で本当のだから本当に自分が好きに感じているモーツァルトと、それから推測でしかないけれどもその、ね、モーツァルトの時代の人の感覚のモーツァルトっていうものの、うん、接点を見つけて弾く感覚、だけど、じゃあ自分がもしねステージの上でモーツァルトを弾くとなったら、あもう全然あのそれはもうやらない、レッスンじゃないかな、うん、もう自分の感覚で、要するに、まあ、結局現代の音楽まで知ってる感覚で弾いちゃう、うん、そこはで使い分けてるとこあるって時、なるほど、うん、僕の場合はしかもそのね、そのクラシック音楽の現代音楽っていう、ああいう複雑な感覚を一応僕なりにあるから、うん、だからそういうものから見ればだって本当にシンプルだからさ、ハーモニーがさ、確かに、うん、なんだけど、でもね、例えばバッハにしたって、ね、現代音楽の瞬間があるわけでいっぱい、ね、モーツァルトだってあるんだよ実は、だから面白いね、うん、だからモーツァルトをどう弾くべきかっていうことをね、改めて、ね、こうや勉強してるときに、うん、いろんな観点からね、捉えることができると思うけど、うん、だからさっき弾いたのは例えば一つのいいモーツァルト、ただ演奏ってなった時に、例えばそれが即興的な感じなのか、
設計図通りに効くのかとかっていうのは、まあいろいろあるけど、あるけど、でもどっちも本当はあれだと。ただ違和感を感じたんだとしたら、じゃあそっちを選ぶだけの話でしょ。で、例えばさ、僕全然普段これ弾いてないんだけど、弾いてなくて、じゃあ即興的に弾いてみようと思った時に、じゃあテンポとかなんとかって決めないんだよ。とりあえず、はい、池田君だと、ここでボードです。あ、もうそこに、ちょっと今まだレッスンが来ない。ちょっと、あ、何だか入ってた。そこどうはしましょう。だから、例えば、本当に、ある意味無責任だったけど、この自分の感覚を押して、そこをカメラに。あ、無理そう。すいません。ステージ自分一人がステージにしかいなくて、実際人はいるけど、そういう感覚でもうその時のライブのその時の直感で弾く感じ、これいや別にがこんなのモーツァルトじゃないって言ったと言われたって全然いいです、別に僕は弾きたいように弾きますってどこで弾いて、解除しない、あ、間違えた違うよ、もう一回な、ならないとダメですよ、もう一回鳴らしてくださいって思います、例えばね、そういう
あえてやってると、うん、なぜならば、うん、てっちゃんがそういうところでやっぱり問題意識を持ってるんだ、うん、そしたら例えばこういう感じでやれるよね。別に具体的なこと何も話しないだって僕はだどこをどうしたなと覚えてないじゃん。はっきり言って先週引いてくださったのと全然違う。だからでもさこれだってあったっていいわけじゃん。極端な話、うんね、だからそういうことも含めてやっぱり演奏ってものが特にモーツァルトにおいては僕はこういうなんていうのかな自由があるような気がで逆にベートーベン行くときはこういうことしないから、うんうんうん、ここまではこんなことしないこういうアプローチでした、うん、っていうのはあるかな、うん、そうするとどうですか総じて総じて何を思いましたか。自分の心にちゃんとあこうかなってしっくりくるように僕は弾きたいですやっぱり、うん、そうするとやっぱりそういうなんか、うん、別に先生が今おっしゃってくださったからではなくって、うん、なんかこうやっぱり嘘偽りなく、うんうん、決めた道筋を保って辿っていくようなモーツァルトが僕は弾いててやっぱり自分でも窮屈に感じるので、うん、そこがやっぱり自分にもっと正直になりたいなっていう正直な演奏ができるようになりたいってすごく思うんですよ、うん、でやっぱり、ね、もう本当先週弾いてくださったのも先生全然違う演奏ですけれども、うん、なんかやっぱりすごく僕は聴いてて、うん、自分の心にすごいしっくりくるというか、うんうん、あ これが本当演奏表現なんだなっていう、うんうん、別にね、下手まで言ったら間がないんだったらさ、音は抜けるしさええみたいな瞬間あるよ。そういう次元じゃないですけど、ね、やっぱり本来、うん、本来だから原点法であのね音楽さっき言ったけど分析って言い方したけど最初にね、うん、分析っていうかね原点法でね何度も物事をね捉えるとねろくなことないって僕は思ってる人、ね、確かにそうだってね楽しめるものも楽しめないから確かにうんとにかく原点法じゃない。人間ってすぐ原点法で物事を捉えがちだけど、うん、あるさがしみたいなね、どうしたって言ったら人に対しても無意識のうちに何か自分の嫌な部分を見つけたりとかやりたがるじゃん、ね、だけどそんなところを見つけたところでいいことにつながるわけないじゃん。そうですよね。だから僕はだから教えててね塩梅が難しいのは結局やっぱりその教える側としては、うん、ある意味限定法の部分っていうのも必要だけど、でも限定法ばっかりやっててもね、うん、その子のその生徒の、うん、本当に魅力が本来持ってるものが、うん、まず認めてあげるっていうところがなくなっちゃったら、うん、これもうなんだろう信頼関係がなくなっちゃう。うんうんそうでしょ、うん、そのなんか悪いこっちもねその他のなんか下手くそな部分ね弱点ばっかり思っちゃったりとか、うん、ねで言われる方だってさ例えばさ信頼関係が成り立ってないところ、例えば生徒の側からしてみて先生が自分のところことをねある意味でちゃんと受け止めてくれていて認めてくれてるっていう前提のもとで何か例えば言ったとですね、してもそれを素直に受け入れられないと思うか人間と思うから、うん、そうするとやっぱ基本は肯定 してるところが基本にあって相手を、うんそうですね、うん、なんか否定してるところの人間関係はうまくコミュニケーションとってことにもつながると思うんだよね。だから それはだから限定法で見るからそういうことになっちゃうし、だからいいことないんだよ。確かにさ、ね、穴埋め問題みたいにさ、ね、その演奏だってさ、限定法でどん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 してきて整うよ。整っ
ったところでだから何なのって結局なるじゃん、ね、でその子にとっては本当の実力じゃないじゃんそれって、ね、先生に調教されてたの弾けるようそういうことですもんね。そうそうそう、だから教えるが難しいなって、教えるって言葉自体がいろんな意味含んでると思うけど、確かに。だから文ちゃんは言うけど、その教えるって言葉を使うに抵抗を僕どうも彼は感じてるらしいけど、僕もそういう感覚はある。便宜上使ってるだけであって、なんかこれ教えてるんじゃないよねみたいな感覚があるよね。だからそのだ塩梅ね、だから言わなきゃいけないところと、そうじゃなくて認めた、逆に認めてあげることとの、バランスっていうのはあるんだなって思うし、それは演奏の中でもね、やっぱバランスってあるだろうし、何でも、そうですね。これがだから何のレッスンってことなんだけど、いやいや、だからでも何だろうな、いやまず。まあ、最初はほらモーツァルトに特化した内容だ話だけど、そこからどんどん広がっていったよね、演奏表現ってなんだっていうことですよね、その本質が、まあ、いろんな本質の捉え方あると思いますけど、先生の哲学というか、まあ、ですよね、だどう弾いたっていいんだよ一言で言う、確かに大雑把だけど、まあ、とりあえずそういうアプローチをいろいろやってみると、ね、いろんな毎回違うモーツァルトが出来上がって、なんかこう違う魅力みたいなものが自分がもっと感じられるようになるかもしれないし、別にだってそのなんてきちんと弾きなさいって弾けるわけで、それができたところで何だって、ね、だって別にさどっかで点数つけられるわけじゃないし、試験とかコンクールするわけじゃないですからね、受験があるわけじゃないからねっていうところで、